ここに出てるのピエって言うんですけど、はい、フランス語で足っていう意味なんですけど、あれが出ると大体成功。あとは表面が割れるか割れないか。難しいところってここなんですか。ここと温度と中の湿気 50% にしてるんですよ。 100% だとこの素材が持ってる水分がその中に入ってるんですけど抜けないで、はい、半分だけ出して、これがスチコンの特徴なので、スチコンだからこそできる。普通のオーブンだとちょっとできない。これで割れない。あーでも膨らんできちゃったな。だったかな。割れないですね。割れないですね。はい。あと3分ですね。まあまあまあ成功。